こで道に迷うとったら、こんとなおいさんに出ようたん。すずちゃん、なんねそれ。バケモン。え？店員去った。これで道探せえって望遠鏡を覗かせてくれんさった。うわー、よう見えるね。落ちたカゴの中に知らん兄さんがおりんさった。あいつは人さらい、わしらはさらわれた人たちじゃ。え、弱ったね。夕方には鶏の餌やりに帰らんといけんのに。わしも父さんと汽車で帰らんといけんのに。わしもわしも夜が来る前に帰らんとえらいことになる。どうえらいことになるんじゃろう。まあ見とりんさい。おっさん、おっさん、こりゃなんじゃろうか。覗いてみて。うん、どれどれ。夜になると寝てしまうということじゃったんじゃ。こいつも晩ご飯がのうなって気の毒じゃ。なんかとな、浦野すず。あれ、いつの間にうちの名前を。うちはぼーっとしとるけ。じゃけ、あの日のこともきっと昼間見た夢じゃったに違いない。